Estamos aqui, mas estamos em queue. Por isso é que ainda não tinha mudado o screen. Mas pronto, só aguardar mais um pouco. Primeiro dia é assim.
Finalmente, foda-se. 20 minutos já para entrar.
Pois é, onde é que será? Onde é que será que há a classe do Dancer? Será que tenho que chegar a outra cidade? Está só na nova cidade? Ou está para aqui espalhada? Se calhar mais vale ir à net ver. Não, mas eu por acaso eu devido. Tenho que estar na nova cidade, só faz sentido assim. Mas vou só confirmar. Ah não, Gridania e o Imza. Oh. O Imza Lower Decks. Ok. Oh, é logo este. Shall we dance?
Holy shit, esta música.
Aí não. Como é que é, aí? Tá tudo bem aqui. Pá, yeah. Tá tudo mais ou menos, já. Yeah. E novo DLC, pá. Só estou a jogar há meia hora. Também só posso jogar mais uma horinha, depois vou trabalhar. Mas estou a curtir. Já vim buscar a minha classe nova. Ok, sério, estava aqui distraído a ler isto também. Ainda não sei, não faço ideia de que é que isto faz, mas faço mais ou menos porque vi um guia, mas agora a ler estou um bocado confuso. Mas disseste aquilo do Pokémon, mas aquilo do Pokémon não me está a dizer muito.
Não, assim de repente não sei do que é que estás a falar, aquilo do Pokémon. Saiu alguma cena nova do Pokémon? Tá tudo, a gente volta aqui mais tarde. Comprámos DS? Que compraram todos uma DS, meu Deus. Sendo tudo a comprar DS hoje em dia. Mas é uma cena fixe. Boa cena. Qual é o que andam a jogar? O mais recente? ビックスさん、ウェッジさんも暁の決命のピンチとなりや協力しないわけにいかないからな。ジェシーにとっ捕まって来られなかった使徒会長の分まで俺たちが働く。 ここらにはなさそうだな。ウェッジ、お前隙間から奥に入れないか。いえ、いくらオイラでもさすがに無理っす。それじゃ私がやるです。タタルさんにそんなことさせられないっす。心配無用です。私動ける受付なのです。
悪い。伝えてなかった。奥の方はまだ安全が確保されてないから、深入りしすぎるなって、財団の調査員が。で、何か見つけたのか？おお、これまでの中では一番装置っぽいな。その模様、なんかちょっとうちのロゴに似てるっす。類似品にご注意っす。 今度こそ。おい、大丈夫か？何事っす？さあ、すり抜けてくれるなよ。悠久の時を経て、ここに時空を越えよ。もしかして、その装置が正解だったのですね？ 私を導いてくれて、この中、英雄に悲しい顔は似合わぬぞ。なんでだよ。そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。 果てのない夢から目を覚ます。ひどくおぼろげな予感が、しかし確かに自分を呼んだ気がした。
同業者ではなさそうだ。こんな真夜中にどうしたね。 これはまた随分懐かしい冗談だ。俺のじいさんも仲間と遅くまで飲む時に言ってたっけ。お客さん、酔っ払うのはほどほどに。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。 世界から闇という闇が失われて、もう100年も経ってます。ん？どうした？まるで本当にわからないって顔じゃないか。さては、あいつらに襲われでもしたか？ 混乱しちまってかわいそうに。俺は次の商いがあるから、このままよそに行っちまうが、お前さんは近くの町で保護してもらうといい。 その塔はどこまでも高くそびえていた。まるで光に覆われた空を裂くかのように。そこから戦いが再び始まる。光を闇に、正義を悪に覆していく戦いが。 お待ちなさい。あなた、見ない顔ですね。それにそのいでたちも。ご覧の通り、この先は私たちのクリスタリウムです。その警備を担う者として、不審者を通すわけにはいきません。
それで、あなたはどこから来たのです？聞いたこともない名ですね。今更知らない土地などないはずですが。クリスタリウムでは身分や出身は重要視されません。しかし、ペテン氏の類はあいにく受け入れていませんので。人を喰らったばかりでしたか。どんな食い方をしたやら、いまいましい。ライナ、大丈夫か？ええ、水晶庫。はぐれの積み食い。しかも、低級な輩です。よかった。しかし、念のため周辺の警戒を頼む。それから、この者は私の客人だ。このまま町に連れて行きたいのだが、いいだろうか。ああ、なるほど。また甲の謎めいたご友人でしたか。了解しました。今後は自由に出入りできるよう団員たちにも伝えておきます。先ほどの無礼お許しを。クリスタリウムへの滞在が良いものとなりますよ。ともかくここを離れよう。いろいろと質問はあるだろうが、人前では答えにくくてね。さて、何よりもまず召喚に応じてくれたことに心から感謝しよう。本来なら私の部屋に呼び出すはずが、座標がずれてしまってすまなかった。それでも正しく渡ってこられたようで何よりだ。ここは紛れもなく13ある共像世界の一つ、第一世界。住民にその認識があるかどうかは別としてね。そして私は水晶庫、そう呼ばれている。この先にあるクリスタリウムという町の管理者にして、あなた方を召喚したものでもある。その点については本当に申し訳がない。ただこちらにも差し引きならない事情があったのだ。どうか順を追って説明させてほしい。まずは一つ、あなたに知ってもらいたいことがある。ここ第一世界は
光によって滅びようとしている世界だ。こちらの時間において100年前に光の氾濫という大災害が発生。世界は9割以上の土地を失った。わずかに生き残った人類も光の氾濫が作り出した化け物によって絶滅の危機にさらされ続けている。その化け物こそが罪喰い。あなたが先ほど見たのもそのうちの一体だ。私はこの地を罪喰いから救うべく世界と世界をつなぐ術を習得し、最強の英雄を召喚したのだ。そしてそれはあなた方の世界、原初世界を救うことにもつながるのだが、大切な客人をこんな場所に立たせておくのも気が引ける。話の続きはクリスタリウムでしよう。驚いたのはその活気だ。滅びの世界にありながら生きるために作られた都市。人々は希望を込めて石を積み、死に絶えてたまるかと町そのもので訴えていた。ここで出会う多くの者がいずれ冒険者を遥か遠くへと導いていくのだろう。
ようこそ私の執務室星見の前。ここならば周りを気にせず話ができるだろう。あなたに話さなければならないことは多いが、そのどれもが私以外の第一世界の民は知り得ない秘密。そこだけご了承願いたい。では早速だが、暁の決明の者たちの行方について伝えよう。結論から言えば、彼らはこちらに来ているが、最近来たというわけではない。原初世界と共造世界では時間の流れにズレがあるのだ。原初世界の1時間が第一世界の1年に相当する時もあるし、その逆もあり得る。ズレ具合は不定で予測さえできない。もっともここ最近はズレが少なくなる傾向にある。当面はこの点について心配する必要もないだろう。しかしあなたの仲間については、サンクレットはこちらに来て5年、ヤシトラとウリエンジェは3年。直近のアルフィノとアリゼーですらもう1年近く第一世界で過ごしているのだ。私はもともとあなただけを呼ぶつもりだったのだが、世界をまたぐ召喚術はとても難しく、あなたと近しい彼らを招いてしまった。想定外の不完全な召喚によって彼らは今見えて触れられる幽霊というような状態だ。あなたはある程度自由に2つの世界を行き来できるが、彼らは自力で帰ることもできない。当初は私も含め彼らを帰還させる方法を最優先で探していたのだ。しかしそれが難航したのに加え、ウリエンジェが召喚される際に通った次元の狭間である光景を見たと告白したことで事情が変わった。次元の狭間では空間も時もあらゆるものが混在する。彼がそこで見たのは未来だ。それは原初世界と第一世界が統合されるという未来。それと同時に原初世界で発生する第八霊災によって多くの犠牲者が出るということ。そしてその犠牲者の中に暁の英雄あなたも含まれていたというのだ。事態を重く見た彼らは第一世界側から世界の統合を防ぐことができないかと検討し始めた。魂は原初世界にあらずとも、彼らはかの世界とあなたのために戦い続けていたのだ。結果分かったのが第一世界を脅かしている罪喰いの脅威
これを打破することができれば世界の統合を霊災を防げるかもしれないということだ。その原理については私が今語ったとて到底信じられるものではないだろう。まずは各地で活動している仲間と再会し、彼らから話を聞いてみるといい。当然再会の手助けは惜しまないし、共に戦ってくれるかを決めるのもその後で構わない。彼らを元の世界に帰還させる方法についてもいつか必ず私が突き止めよう。だから今は少しだけでいい、信じてみてはくれないか。ありがとう。信用を裏切ることのないよう。さて、そうと決まれば仲間に会いに行くために旅の支度を整えてもらわなければ。世界を移動したことで体に負担もかかっているだろう。あなたの部屋を用意させるから休息も取るといい。案内しよう。改めて、ここがクリスタリウムの商いの中心、ムジカユニバーサリスだ。旅の支度をするときには、ぜひ利用してほしい。ああ、金銭については心配無用だ。あなたが所持しているギル効果も使うことができるだろう。こちらでも光の氾濫以前は大国が発行する通貨が流通していたのだが、結局硬貨の金属としての価値を価格とするシンプルな方法に落ち着いたのだ。この町ではクリスタルタワー内部から発見されたアラグという文明の貨幣を参考にして価格の単位をギルと定めた。そしてその単位は私たちの商いとともに各地へと広まっている。ヤシュトラ曰く、原初世界で使われている硬貨はこちらでもほぼ同価値のギルになるそうだ。他にも島内部から発見された品は私たちの生活を大いに支えてくれている。あなたにも馴染みのものがあるかもしれない。
しかし、すべてをこちらで調達し直すのは手間か。原初世界と物のやり取りができた方が、うん、アバンケールムシン。やあ、フェオウル。お前を一番優れたピクシーと見込んで頼みがある。彼女は遥か遠くから来た私の友人だ。その故郷と二のやり取りをしたいと思っているのだが、お前の力を借りることはできるだろうか。それなら、向こうであなたを待っている者に、ひとまずの無事と。受けたまわったのだわ。それじゃ、ちょっと行ってくるわね。あれはピクシー族という魔法生物に近しい種族なんだ。普通はなかなか人の街に現れないものだが、中でも好奇心旺盛な彼女はクリスタリウムを気に入ってくれたようでね。さて、次こそあなたの部屋に案内しよう。
原初世界の光の戦士。な、俺の声が聞こえてるのか。嘘だろ、こんなことって。闇の戦士、確かにそっちの世界ではそう名乗っていたな。俺の正しい名前はアルバート。原初世界で使っていた偽名とも発音はほぼ同じだ。かつて俺と仲間たちはこの世界に光の反乱が起きる原因を作ってしまった。このまま全て無にされるくらいなら、そう思ってアシエンに導かれて原初世界に渡り、世界統合を後押ししようとしたんだ。そしてお前たちに敗れた。だが光の巫女ミンフィリアとの出会いがあって、俺たちの魂はこちらの世界に帰還したんだ。戻ったのは光の反乱がちょうどノルブラントを飲み込まんとした時だ。ミンフィリアと仲間たちの魂はそれを防ぐために力を使い消えたよ。俺だけを残してな。なあ、今はいつだ。光の反乱からどれだけ時が経った。100年。そうか、そんなにも。俺はもう何に触れることもできない。この姿は誰にも見えず、どれだけ叫ぼうと声が届くことはない。ただ彷徨うことしかできない亡霊なんだよ。長い間歩き続けた気もするが、いつしか自分の形も見失って意識も曖昧になっていた。それがさっき急に目が冴え始めたんだ。何かに惹かれる感覚があって、気がつけばここにいた。お前はなぜ俺が見える。そもそもどうしてここにいるんだ。第一世界を救うために。バカだな。世界は決して救われないし、世界を救おうとするやつはもっと救われない。少なくとも俺はもう、さまよっているうちに戦っていた理由さえ忘れたよ。だがこうしてお前と巡り合ったのも、お前にだけ俺が見えるのも、理屈はわからないが意味のあることかもしれない。俺は俺が残された意味を知りたい。今度こそ旅を終わりにしたいんだ。
お前の戦いをしばらく見物させてもらう。せいぜい気をつけろよ。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。部屋の具合はどうだった？少しは休めただろうか。え？それはその…初めて聞く話だが、もし急速に支障が出るようだったらまた教えてくれ。さて、それでは早速、暁の仲間たちの現在地を説明しよう。これが、光の反乱を逃れて残っている地域、ノルブラントの暫定地図だ。この辺りが、クリスタリウムのあるレイクランドと呼ばれる一帯。北には妖精郷イルメグ、ここにはウリエンジェが滞在している。東には古くに栄えたラケティカ大森林、ヤシトラが拠点にしている場所だ。しかしこれらの地域は侵入に少々準備がいる。まずはクリスタリウムから飛行銃で直行できる土地にいるアルフィノ、アリゼーと再会をすべきだろう。アルフィノがいるのは西の海に浮かぶコルシア島だ。ここには鬼人や富豪が集う大都市ユールモアがある。彼は世界を救う足がかりとして、まず人を知り、人脈を得ることを選んだのさ。今は当地で情報収集に当たっていると聞く。一方、アリゼーがいるのは、南に広がる乾いた地、アムアレーンだ。ここは光の氾濫によって一切の無になってしまった大地との境目、人が存在できる限界域であり、罪喰いとの戦いも多い。
アリゼは兄と異なり、まず敵を知るべきだと言ってね。己の鍛錬も兼ねて、彼の地で用心棒をしているらしい。アルフィノのいるコルシア島とアリゼのいるアムアレーン、尋ねるのはどちらが先でも構わない。行きたい方が決まり次第声をかけてくれれば、すぐに移動の手配をしよう。ああ、サンクレットについては、そうだな、ある人物と共に流しの罪食いハンターをやっているというところだ。すぐに再会するのは難しいが、時が来れば必ず巡り会えるだろう。Já chega por agora. Tenho que ir andando. Bom, eu volto mais louco. Até louco.